皆様大変お待たせいたしました本日の遠距離現在点のアーティストレクチャーあのその主人公となるのは中国,とペキあ中国の北京とアメリカのニューヨークをベースに活動を40年以上続けていらっしゃるシュビンさんを講師としてお招きいたしましたシュビンさんは1955年中国のチョンキンで生まれ現在は 北京とニューヨ1987年に北京の中央美術学院中央美術学院で版画を専攻されて以来90年代後半にアメリカに渡りそこからあの両国をベースに活動を続けていらっしゃいます。なんか天才奨学金と呼ばれるこのマッカースターフェローシップを1999年に受賞された後えっと 日本でも2003年に第14回福岡アジア文化賞を受賞され日本での活動もその後から続いているといえます。今回遠距離現在ユニバーサルリモートに出品されている作品は「トンボの目ドラゴンフライアイズ」っていう「 主さんはもう版画やインスタレーションや紙作品やそういった媒体のイメージが大きい作家さんかと思うんですけれども主さんにおいては初めての映画作品となります。で2017年の作品でして、えーっとまあ、初めての映画作品でその次の映画作品が2番目の映画作品が20 2021年。 だったっていうのを考えると、あの今回出品されている作品は大変。彼にとって大変珍しい作品ではないかと思います。えっと監視カメラ全て監視カメラの映像で映像のつなぎ合わせでできている作品でして、中国全土に設置されている監視カメラの映像がクラウドに容易に誰でも。 アクセスできてダウンロードできている状況にあることからそこから約1万,、えー、1万1000時間分の映像をダウンロードして、えー、それをつなぎ合わせ編集して一つのラブストーリーに、えっと、ラブストーリーに再構成した作品です。えっと、チンティンという女性とその彼女に片思い出をする男性クーファンっていう二人の、まあ、切ないラブストーリーが、えー、映画の中で語られます。 まあ、主さんの。紹介、そして、あのドラゴンフライアイズの紹介、これぐらいにして。早速、主先生をお招きしたいと思います。拍手でお願いします<手>。<手>はい、ありがとうございます。皆様、ありがとうございます。ご参加いただきまして。 まず私からは新国立美術館からのお招きに心から感謝いたしますこのような機会シェアする機会をいただきました私も大変嬉しく思っておりまして今日は「トンボの目」という映像作品を新国立美術館の新しい えーまあ、その展示というか出展をさせていただいたことも大変光栄に思っております。今日は私の古き親しき友人そしてまあ初めてお会いする、まあ、その知人も多くご出席くださっていてとても嬉しく思っています。とりわけ、えー、館長大阪。 エリコ館長とお呼びしますが、えー、本当に長年にわたって私にもいろいろサポートというか支持していただいて、まあ、芸,芸術上での交流を 長年にわたって行わせていただいています20年か30年ぐらいのこのような交流があるということで大変光栄に思っています今日私まあ、ちょっと考えましたけど作品結構たくさんあるんですねいろんなスタイルのものを形態も異なりますでどこから紹介したらいいかなというふうにちょっと考えましたまずは私の新,新しい作品からご紹介させていただきましょう これは今回の展示「トンボの目」を出展させていただきましたけどそれにあたりまして私の芸術とこの芸像作品との関係についてまず話したいと思います。そして今私がやっております宇宙スペースに関するスペースアートについても時間があればあご紹介したいと思います。もちろん Q&A ととということで皆様と 一緒にまあ、インタラクティブな交流ができればと願っております。えー、まず、あと、そして先ほどは司会の方からもユン先生、あのご紹介丁寧にありがとうございました。で、こちらの作品が今上海の江東の美術館で、えー、展示されております。インスタレーションでかなり大型のものです。 新しいえトのミュージアムというのは空間がちょっと特別だと言ってい、ね、てます、えー、でその、まあ、縦型のギャラリーという3 0ルぐらいの高さがある縦型のギャラリーといったイメージです。 使い勝手としてはあまりいいとは言えませんけれどもでも私の作品ちょうどそのまコロナの間のものでして、えー、まあかなり時間をかけて考える余地がありましたこの空間をどういうふうに使ったらいいんだろうかと。で、まあ、これは思考の余地とかいろんな世界の問題とかあ例えば分断とかその地政学的な衝突とかある。 あともう一つはパンデミックということでの世界中で起きている大変その機械な現象などについても考える機会となりました。これは人類が改めて直面さざるをえなくなったものあるいは既存の文明宗教政治制度それらがこれまで直面できなかった問題であったのかなというふうに思いました。簡単に言えば人類の文明はある意味で えー、あたかも対応しようのない問題の状態に陥ったと既存の文明や知識だけでは何ら効果がない効力を失ってしまったそのような状況ではなかったと思いますもちろん人類というのは常々より良き未来というのを期待してきましたただ今立ち止まってみますとより良き未来というのは 遠ざかかっていいいるのではないかと思います人類の文明のプロセスは何らかのトラブルが起きてしまったようにも思えます。今の地政学的、えー、制度と制度の間のこと異なる価値観の間の戦い争い、えー、そして、まあ、場合によってはその殺し合いとか あるいはも,もちろんその原始時代というのはいろいろなあの武器を使っての殺し合いというのがありますけども私たちの文明というのは本当に進歩したのかどうか反省すべき考えるべきところというのがあると思います。芸術家としてもそうです。えこのようなスペースを使って私はこういう作品を作りました。あこれはですね、えー、そのまあ引力劇場という名前になります。えー、その グラビショナルアリーナということでこれを生態の,のものでありますけれども世界の6 0ルの高さのように見せました。でこれはまさに何かを踏んでいるようなそのイメージただしその踏もうと思っても支えがない柱がない。この えー、渦巻きのようなものでありますけれどもねじれがありますよねちょうどこれが、えー、ブラックホールのような引力のの関係というのを表しておりますではこちらの文字ですけれども、えー、建築家の名作ともいえるある表現があります。その をま名言と私たちの考え方表現との間の関係を示したものです。ここではそのあのまあウサギのような頭がありますが、これはあ一方から見るとアヒルのように見え、もう一方から見るとウサギのように見えるという絵です。で、こちらのま四角抜った文字は。 あ、実は、その英文なんですね。それをその四角バッタ文字で表現しているものなんです。こちらをご覧いただくとわかりやすいかなと。この英文、まあ、ローマ字ですね。これを四角バッて書く。で、これはロートのような大きな形をしています。で、その見るものがこの空間に入るならば。そこに入ると、理想。 的なな読むためのの視視点視力でですすね見見る場所いいうのが見えないんですこれ大体読むっていうと私たちは2次元の空間ですけどもこれをインスタレーションということで投資の原理を使いまして長く引っ張って 3D の3次元のこの投資というのをさらに縮図にしたようなものとしましたこのような空間というのを作りまして。 この空間に入り込むと、どうしたらいいものか、どこで目を合わせたらいいかというのが分かりにくくなる。でこれは何層にも分かれています。各層は見るごとに異なっています。視点が違うんです。変化するんです。もちろんこの文字、そして、えー、伸ばした、伸長したあインスタレーションは、 まあ、越読をその読む上では邪魔をするんですね。ですので一番良い視点読むための視点というのを見つけなければいけないで4層目これは一番高い層になりますけども読むためには一番良いビューというかその視点なんですね。まあ,あ,の博物館のあ美,美術館の中ではあこの視点から読むのがおそらく一番いいと。ただ真にこれを 二次元の読むというものの関係に戻すとなると私たちの想像の中でしかそれはできないんですねこのミュージアムは透明だとそして私たちはミュージアムの上の空間から返り見る振り返るようにしてこのロートを見たときにこの文字は平面のような 読むという関係に戻ってきます。これがまあ1つのまあコンセプトなんですね。まあ、もちろん、これは模索中でもあります。文明の分裂。一体何？それは一体。それが何何,何なのか？それはということを。私もうまく説明できないで、私自身が元も々ともと文字というものに興味があった。 とということもありましてアーティストとしての視点から人類の文明に関するいろんな食い違い文,文字が生まれたその瞬間からもしかしたらそういったあ食い違いっていうのは起きているかもしれませんと思うのです。例えば、えー、その えまあ、例えば天文学的な星など川のほ,ほとりに行って見るその時からおそらく文明の分類のようなものはなかったと世界は混沌とした一体化したものであったとそして川辺の大きな卵それはあたかも有史前の 卵ののようなものだったしかしそれはでも命名もされていなかったけれども人々が指して何かそれをその知っていたということだと思います。で まあ、第二言語を学んだ人は分かると思いますが例えばあオリジナルの言葉というのを見るとあ世界の見方はこういうものだったんだなというふうに分かると思いますものの見方が違うのですただ文明というのはあらゆるプロセスで重要な任務があると思っていますそれは絶えず証明する私たちの文化文明の合理性は何かこれが異なる文明のプロセスの中での大変重要な仕事だと思うのです。 ユダヤ人ががなな,なぜこんん儀式がたくさんあるのか自分たちの文化儀式というそ儀式にして自分の民族を土地がない国がない中でも自分たちの文明の独自性を保つんですね。まあ、講演し私が講演したりあるいは討論したりしてもいいんですけれども自分の 中国のの文化のバックグラウンドがあって話をするんですなんとなくこの文化がどういういいものがあるかとか今まで知らなかったものがあったり100年200年私たちの経験はその大体西側のものを学んできました自分たちの文明の中に一体どんなものが価値があるのか実は結構あるんですけれどもそれが一体何なのか分からなかったりするんです。私たたちちはそれをきんんと使えなかったりするんでするで記載がなかった こう自分たちの文化文明の中で優れたものをどうやって使うかという記載がなかったりするんです。まあ、ちょっと時間がないので、今日。まあま多すぎますから、この次にこの展示と関係あるこちらの作品に移りたいと思います。このトンボの目を通じて、皆さんと一緒にお話ししたいのはとある。芸術家のクリエイティビティ創造。 は、そのクローズドサークル、その一生の仕事の中で、この自分で閉じる輪のようなものだと思うんです。その中にはたくさんの作品があって構成されています。最初の頃の作品は？まあその新しく作るものの。記者、そして。前は見れなかったものを新しい作品の中で新たな発見として。 作られたりすることがあるんですしかしそこにはちょっと穴が開いていて世界社会の現象がいろいろ変化しているのが見れるんですですからこのクローズドですはあるものの完璧なに閉じられた世界ではない芸術家は一生仕事をしてよりたくさんの仕事を作っていって でそれを修復していくその足りない部分クローズドのサイクルの中での足りないものを補足していきます今回のこの映画ですけれどもとても変シュ,シュビンさんなんで今回映画なんか作ったのと思われる人がいるかもしれませんこの今まであった当時の判断から当時の考え方で判断するとこの芸術史の理解 芸術というものを理解しようとする時に大体芸術の根拠が何かを見ていきます。美術館のは大体こう歯に分けていろいろ説明しますこれは抽象画だとかこれはこの形式的なものだとか形式主義のものだとかそういったそのスタイルなんかで分けることが多いんですね。 でも実際は芸術家はこの自分の,のスタイルを作り出したりしています特に今日これだけ複雑な視覚のさまざまな社会関係がある中で芸術家が自分のこの視覚作品を 作るビジュアル作品を作るっていうのはもう本当に大変なことなんですですからそれをずっと強化し続けなければなりません生涯にわたってずっとまあ一種類のスタイルを作っていくんだと思いますでもそれは私の好きなものではないので私は芸術の中で表面的に見るとはっきりしたスタイルは見れないような感じだと思います。でも私が追求ししてているのののは芸術家としてのその中に含まれた 想像する形のまあ、糸口です表面的なスタイルは私はあまり気にしていませんですからこの映画ができた後たくさんの人が質問してきましたですから今日ちょっと申し上げたいのはこの今までやった作品とこの映画の関係についてなんですけどちょっと説明したいと思います この映画は2013年から撮り始めて、当時私はいろんな番組を見て監視カメラの映像というのを見たんですね。え、監視カメラの。この監視カメラの映像、すごく魅力を感じました。すごく面白いと思ったんです。当時、もしこういった監視カメラの映像を使って、 長編の作品を作れればすごい面白いんじゃないかと思ったんですそれで当時 こういった監視カメラの素材を集めました当時クラウドにまでアップされているものはあまりなく当時のは政府とか各機関が公的機関が掌握しているものがほとんどでしたそれでなかなか集まらなかったので一時停止したんですそれから2年経ってうちのスタジオがネット上にすでにたくさんの リアルタイムの監視カメラがネットでライブで流されていることが分かったんです先ほどご覧いただいたのがこのネット上で出てきたものなんです当時ネット上に流れていたこういった監視カメラの映像なんですで、すっごいエキサイティング興奮しましたもともとちょっと辞めていたプロジェクトを復活させようと思ってスタジオでちょっとえ20台パソコンをお金を使って買いましたそして24時間かかってこれを全部ダウンロードしました そして、だいたい1年近くダウンロードを続けたんです。最終的には多分1万1000時間ぐらいの映像をダウンロードして、それを編集しました。編集を開始しました。最後に1年近く編集にかけて、またその間にもダウンロードして、えー、まあ脚本を変えたりしました。どう？やって まずこの脚本があってその後編集したりしたのかそれとも編集をしながら変えたのかというまあ同時に言ったんですね昔の映画とはちょっと違う作り方ですから同時進行ででやったんです最初の段階での考え方としては専門家の人がこれを何かストーリーに仕立てるのは無理だと言っていました主人公がいないわけですから主人公がいないのにどうやってストーリーを進めていくんだという話になりました。 なのでこれをこうまあ整形した形、まあ、顔,の顔の整形とはちょっと違うんですけれども整形映画にしようと思ったんです。このテーマは映画の内部のテーマととても実は息があったんですね。本物と偽物現実と虚構の関係を語っている物語になったからです。 こういった当時この素材を集めてるところですねこれがスクショとかをしたものなんですけれどもこの映画を物語にしよう長編の物語の作品にしようと思ったんです。その 前はのに撮られたストーリー映画というのは演者さんが演じたもの作り物なんです偽物なんですでも私のこの作品はすべての映像が本当に発生したことということでとても面白いなと思ったんですつまりこの中で 主役カファンとカーファンさんという人が出てくれます。けれども、その一生彼の一生は。は根性。この一生はたくさんの現実に発生した人の本当の生活の一部を集めて。作り上げたものなんですね。この映画は？ストーリーなのか、あるいはドキュメンタリーなのか？ ドキュメンタリーよりも実はもしかしたら本当かもしれない今のドキュメンタリーは本本真実でではないいもものも入っていたりすするんですね監督があ,あっちから入ってきてえじゃあちょっと歩き方悪いからもう一回歩き直してというようなことがあったりするドキュメンタリー映画もあるんですけれどもでもこのこの技術映像技術の発達があって偽物が作れるようになってしまいました例えば今日ここで公演してますけれども私が公演があったら多分終わったら皆さん 私の状況を見ることができます。家にいるときにこのゆったりしているときとはもちろん違う状態です。監視カメラが出てくると監視っていうのは初めてこの普通の人間がま相対的に言ってかなり自然な状態でいるところを捉えてしまうことができるようになりました。もちろんですね。町の中で2つの人二人の人が喋っている映像を撮ったとして。 そうするとその人が相手の人にのそのもしかしたらちょっと演じていい印象を与えようとしているところはあるかもしれないんですけどもちょっと複雑です。この映画と技術それによってこれが芸術が出来上がるそれはとても複雑な人の生存の状態を表しているということもできると思います。 大量の本当に大量のこの監視カメラの映像を見て分かったんですけど、確かにこのこの人の社会自然社会の中であまりにも変なことって多いんだなと思いました。私たちが認識してい,いなかった、今まで実はそういったものを見るチャンスがなかったから。 だけ記録してみんなに見せるチャンスがなかっただけででも監視カメラのこの技術が発達するにつれて本当にこういったものを記録することができてしかも信じられなないようなものが実は実は真実だったりすするんです今までの物理的な認識から考えるとちょっと信じられないようなこともあったりします。えでででもも今そのの技術があるのでいつでも 別にその何かかのの事件とかではなそ全てのあるいはこの東京の例えば六本木のこの地域の全ての監視カメラを全部保存して100年経った後にこの地域の歴史を見ることができます。それは断片,断片的なものを集めたものとは違う認識になるんじゃないかと思います。 そしてそれによって今までかつてよく分からなかったこと昔からある問題でも分からなかったことが新たなデータが分かったことで昔は分からなかったことが見えるようになりました。ですからこの映画はなぜこんなストーリーの映画にしたかということ伝統的なその恋愛ものに見える かもしれませんが、その。実験的前衛的な内容がすでにかなり入っているということです。今までこういう映画はなかったんです。全ての今までのそのストーリーをメインとした映画とは違うものなんです。ですから。この映画はの表面的にはその伝統的な。 ストーリーを描いた映画に見えると思いますでも実験的なものが実は中に隠れているんですどれ,どれだけ実験的なものかっていうのをすごく大々的には出していません中に隠されています革新的なものはかなり十分に中に入っていると思っています でこれが続いていくんですねこの映画が作られてから肖像権の問題をたくさんの人が言うようになりましたここでたくさんの人が人の顔がバッチリ映った形で出てきてしまいます たくさんの弁護士さん、あるいはこの、うん、それが出てくるサイトにも尋ねたんですけれども、実はちゃんとした答えが返ってきたことはありませんでした。この肖像権は一体誰に属するのかということに関してです。なぜかというと、実はこの新しい技術が出てきたために、昔の文明、文化や知識の概念の、 まあ衝撃を受けているということで、実はこれはグレーゾーンになってしまっているんですは。法律ではっきり決められていないグレーゾーンになってしまっているために、私たちはこの。映画の中で出てくる人たちを訪ねました。だいたい90。90%ぐらい、この中で出てくる人たちの90%の場所、人を探り当てることができました。全国の各地にあります。 ここの映像というのは全国あるいはその世界のというふうに言ってもいいんですけども、まあほとんどは中国本土の映像です。肖像権をどのように解決するか、これは私の心の中では古典的な従来からある肖像権というものを追い求める行為でした。で、例えば私も今日この新国立美術館にやってまいりますけれども、この 場所に来るその私の歩いてきた道とか行動っていうのは何らかの,そのまあデジタル化というかカメラに撮られているでもそれは特に私にそういうお知らせはないこの肖像権をどのように認めるのかどのように考えたらいいのかということだと思います。では ここからはちょっと具体的に過去の私の作品と今の作品との関係について話してみたいと思います私の作品はあまり表面的なスタイルがどうかということよりは内在的なテーマどっちかというと私は共通性のようなものを重視してきました例えば天書という作品 えこれは偽の文字を使った作品なんですあとかつて実験的に思ったこれニューヨークで作ったものでありますけれども豚2匹の豚の豚のパフォーマンスアートですでこれはそれぞれ異なるスタイルのものだと思います でこの作品とあの作品同じアーティストによるものなのかというふうに思うかもしれませんただ私としては同じようにこの文化というものですねそのタトゥーというのを探し求めているんですそれが私のテーマでもあるんですあと例を挙げますと私の作品の多くは「 まあ、多くの方はお気づきかもしれませんが大変真剣に巨大な事実的なものをあの、まあ、表現するんですね。例えば私も本当に力を入れて真面目に、えー、ある事実の状態を表現しました。ただしそれは虚構でもあるんです。私の 作品はみんんなそうかもしれませんね例えばそのまあ店主もあれだけ時間をかけていろんな文字まがいのものを作り印刷もしてでも何にもそこでは読み取れないんですよねつまり大変荘厳で、まあ、何かその尊重され尊敬されるようなイメージこそあるかもしれませんがその一方で別の 意味でののの文化に対すする私ススタンスというものがありますこの文字は本当の文字かというふうに見えるかもしれませんしその書物としましても大変重みがあって何らかの重要な内容が書かれているのではないかと思うかもしれませんが実は何も メッセージは書かれていないわけですよね。文字が本物ではないので、で今日の映画も本当に真剣に一つ一つこのフレームというんでしょうか。それをあのまあ、繋いでいったわけです。ただし実際にはまあ、マージナルなその境界線というのをあの。 議論したわけです。で、まあこの作品のこの皆さまご存知かどうかわかりませんが、あバックグラウンドストーリーという作品があります。これは何かと言いますと、私は 現実の生活の中でのまあゴミですよね、えー、枝葉とかあるいはビニール袋とかなんかあ気管とかそういった空間での状態で前から見ると中国の美ししし山水画を示しましたこの作品確かにある。 真偽の問題というのを示していると思います。本当まことかそうではないかということです。でえー、のまあ、ある人、このバックグラウンドストーリーっていうのは前向きの方が真実なのか、あるいは後ろのものが真実なのかということを聞かれました。で、私がに言わせれば、前の方からの美しき山水が。 実際には存在しない山水画です。それは存在しないのですえ。それはあキャンバスとか和紙とか。あそのまあ筆でなされた絵画ではなく。空気ですよね。これはえ描き出したものではないんです。これは言ってみればその映像であります。そのよで、それでそのような結果が現れていると。 こちら、まあ、一部でで表したものですなぜ私はこれをコピーして中国の古典の絵画というのをまあ複製したかといいますと、まあ、それらは大変美しいと本当に、えー、墨の色あるいは蒔絵のようなものが浸透して。 この美しさというのは時が揺さぶって一体化した融合した美感神秘感というのがあります。で、それをそのま,ま書き写した人あるいは今の、えー、画家が必ずしも同じようには表現できないかもしれない光、空気あらゆる表現の中で一番きめ細かなものだというふうに私は思います。この手法を持って 古代の絵画を表現するというのは、私はあのマッチしたやり方だというふうに思います。私が強調したいのは。これだって真。真偽、嘘か、真か。という関係にあるのだと思います。まあ、こちらご覧いただけますかね。 私の作品の中で多くの、まあ、文字を多く使っているそういう作品はたくさんあるわけでしてで中にはこういう人がいます私自身も思ってるんですけどもこの「トンボの目」という映画の手法はもしかしたら。 何か物を書いているという作業に似ているのではないかなぜ私がそういうかと言いますと物を書くというのは一つ一つの文字っていうのは決まり事があって自分で勝手に文字を作り出して書くわけではないですよね文字という約束事がある例えばハリウッドの 映画監督たちっていうのは自分たちの文字のようなものを自分でクリエイトして映画の中にそれを埋め込んで映画にする、まあ、これはもしかしたら文字でものを書くのと同じように自分が提供されてか変えることのできないようなフラグマテーション断片的なものそれを編み上げるそして一つの文章にする。さらには えー、それをある情景に編み出していく描き描いていくということがあると思います。まあそれはもちろん私の、まあ、この専門やってることですね専門とも関係があると思います。私もともと版画を専門としていたんです。ニューヨークのダウンタウンである講演をしました。 え、アートインスティチュートの院長さんがこういうことを言ったの。印象的に私印象に残ってますで。で、この映画とあなたの版画は何か関係があるように思うんだよというふうに言われたんです。で、私も考えました。その関係って一体何だろうで、私もハッと気がつきました。で、この、うん、経験のある委員長ですけども、あなたの？版画？ まあ私もあの過去版画の,その特徴というのは複製ができるあとは関間接的に表現をするもの間接的と言っているのはあの油絵を描くのとは違いますよねあるいは映画監督がいつでもその,その場でカメラを回して、えー、そしてかあの編集をしてっていうことは違う版画はどうかというとまず、まあ、媒体となるもの というのを作らなければいけない。それが素晴らしいものかどうかとは限らないえ。そしてその媒介を使ってする印刷をする。それによって表現を伝えていくということです。これはあのまあ、コンテンポラリーの意味があると思います。今を生きる私たち今は何らかの。決められた手法での中で、それを表現して発揮すると簡単に言えば。 例えば書道という芸術です書道というものの味わいはやはりそのま書道という芸術で表されていたしかし今はある方の書いた書道作品この味わい味わうならば鑑賞するならば今は異なる選択肢というのがあると思うんですね。メニューもそううでです自自分分作るというよりは自分の 本領としては自分の選択が正しかったののかかかどううだだっったたととということだと思いこ思ます選択が正しかったら自分なりの味わいを表現できると。で例えばみんなスマホお持ちでしょうねきっとね一人一人。でスマホの機能はほぼみんな同じ。だけれども同じような機能を持つスマホをうまく使いこなす人とそうではない人。で「私のトンボの目」という作品も こうした中間となる媒介ですよね、まあ、つまりその監視カメラで提供してくれたすでに決められたコンテンツというのがあるそれを私はつなぎ合わせたとでそしてまあ適度な表現をするということをしたこれは現代の性質を持つ 大変今時のカラーがあるものだというふうに思っていますで、私がち興味を持っているのは何かというのをお教えしますね私が興味を持っているのは今のまさに今のを表現できる手法というのに興味があります今を表現できる手法よく例えるんですが例えばえっ、ー、とウーバー のそのタクシーというか車を呼ぶのと同じだと思います。で、例えばカメラマン一人いないんですよ。で、ネットワークでつながっている世界各地のその監視カメラが私のカメラマンになってくれているわけですよ。24時間動いている。このような今だからこそのツール、それが使っ それを使った手法というのは、あの私は大変ユニークだというふうに思っています。で、これが過去の版画作品です。えー、まだ印刷できてないんです。で、ね、まだあのえー、要するに掘る前に吸ったら真っ黒系です。そして少しずつ掘って、えー、印刷する。で、ここだとまあなんかその版画としての完成がされたと。しかしさらに掘っていて、黒い何もないところから真っ白 で、それも何もなくなったというのに再び戻る。そういうプロセスであります。これがまあ一種の手法としての過去の作品です。つまり、ある一人の人間の、そのまあ文化の背景でもいいし、生活のバックグラウンドもでもいいし、DNA 的なものでもいいし、何らかの、その痕跡、生活の中で現れたことのあるものというのは。 あなたの,そのクリエーションを左右するんですあなたの存在というのは意識しないかもしれないけれどもあなたの,その自分の,その思考というのに絶対に影響を与えているというふうに私は思います。では別の作品ですけれどもええ「辞書」。 地面の事象ですね。師匠という作品です。皆さんご存知かどうかは分かりません。けれども、いろんなその公共的なそのまあ標識ですね。これを集めました。この公共の標識を一つの本にしました。で、24時間の生活について語るんです。これは今思い出せばまあ、かなり前のものですけども、20数年前の作品ですけども。 監視カメラで作ったあこの「トンボの目」と考え方というのは同じだなと私は思っています。面白いのは「この地所」というアイディアが湧いた時これだけの多くの標識というのは実はなかったですよね空港とかありましたけどもか限りはあった絵文字というのも数は限りがあった。だけども私は気が付いたんです。 こういう十分な公共の標識とか絵文字があれば本一冊書けるぞと複雑な内容だって表現できるぞというふうにはっと思ったんです。長年にわたって絵文字が今ではまあ、あるいはそのまま公共の標識っていうのがこれだけ増えて私たちの予想を超えるまでになった。なぜなら新しい技術 によって今私はどこの世界のどこの隅にいたとしても他の罪にいる人とつながることができます。えー、地域、文化、教育のそのそのレベルとかそういったことを超えて、えー、コミュニケーションを図る記号というとか方法というのを私たちは得たのです。絵文字もそうですね。この人類が文明で進んでいく部分のちょっと足りない部分。 欠けている部分を補うことができるんだと思います。あの急いでこういうのを使っているんですね。この絵文字はの機能というのはいろんな機能がありますけれども、伝統的な今まであった文字の中にない機能があると思います。絵文字で実は結構複雑な内容を表現できると思うんですけれども、今後。 今後できるようになると思います。言葉そのものがその。はあります。けれども、それを使っていく上で言葉がどんどん使われる上で様々な言葉が成熟していったりするんじゃないかと思います。この例を挙げました。けれども。この？絵文字を今使っています。けれども、2人友達がずっとこの絵文字でやり取りをしている。みんな。 まあ遅すぎるからもうその話をしないとか言ってますけれどもこの「月」の絵文字をあ送れば意味がわかる「もう遅いからね」っていうそういう意味です。もし文字で書くとちょっときつい感じがする申し訳ない感じがするだからちょっとした記号を使うと相手方は意味としてはわかるそんなにきつい感じはしない。 討論しようとか、そんな感じにはならなくって、この絵文字で意味が伝わる。今までの文字ではなかなか表現できないニュアンスを表現できるいかなる文化でもそれを表現することができると思います。曖昧性があるから、そしてそのまあ揺れ動く状況があります。中国語中国語というのは？なぜ中国でずっと変わらず。 使っているか、まあ、もちろん変わらないといってもこの象形から基本的な DNA が残ったままで使われているという意味ですけれどもそれは中国というこれだけは広い場所で漢字を使っている人たちがいる絵文字は世界全体でこれだけたくさんの多くの人が使っているのでそういったまあ性質があると。 ということですまあ使い方としてこの「トンボの目」もそうです。もう何年か経ちましたけれどもこの本を書いて老若男女を問わず読めるものです。昔のペペペ「天書」とはちょっと違って「天書」は誰も読めない私も読めません。でも絵文字の本は この地書の方は多分みんな読めるんですねという関係にあるんですこの2つの本は同じみんな読めるかみんな読めないかということです人はこの天書の文字は字だと思うこっちは字だと思う本だと思うでも天書はこれは字とは言えないんですね字としての機能は果たしていないので字とは言えない内容が何もわからない でも絵文字の方は見たところ文字とは言えないもののしかし新たな象形文字ということができる実は文字としての機能を果たしている意味を伝えることができるからです例えばこの雑誌で「5」という雑誌が ありますけれどもその中でこの地書について話していましたえ、ちょっとコマーシャルですもし時間があったらご興味がありましたらその関連の本をご覧いただきたいと思いますこれが業務をしているところですねこれが新しい作品呼吸でのあこの絵文字をこのランテー序書にあの翻訳したんですランテー書に翻訳したものなんです ちょっと野心がありすぎましたけど、ね、ランテはあれだけ複雑なのにそれをなぜ翻訳できるのかと言われましたけれどもこの翻訳したのこの表現するための文字と古文は実は結構近いんです一つ一つまるで絵のように表現しているんです今の今使われている中国語はむしろここから遠いんですねそれからこのここは呼吸なんです呼吸で 科学技術の、まあ、作品として展示されています。この。大きなガラスのところに。この符号。をこのか、翻訳して。出るようになっています。まあ、古文とかが、あの。出てくるようになっています。これは。ネパールで。文字。記号で書いた絵なんです。文字と記号で書いた絵。この。 ような。やり方。こういった？このために元も々ともとあったものじゃないものを使って、副産副産物を作る。まあま、あジャンクと言われるかもしれませんが、それによって芸術を作るというのは結構私得意なんだなと思いました。この漢字にその特徴があります。組み合わせることができるんですね。しょっちゅう出す例ですけれども。 宋の時代の初期が祖紀が祖紀がこのまあ夫への愛とかをこれだけ刺繍で漢字を刺繍して作ったんです。ここはこはの どっち実は縦でも横でも、ま、丸斜めでもどうやっても読める実はものすごい感じので作った作品なんです刺繍の作品なんです。これが「トンボの目」の映画もこういったまあ組み合わせた文化による作品なんですね。それぞれの映像というのは変わらない。 まあそれぞれそのくっついたりする一つの字が変化するこの音が変化するしていきます。これがフェニックスですねフェニックス法中国大陸に帰った時にこの北京の建築現場でこの建築現場のゴミを使って 捨てられていたものを使ってこの生活用品とか捨てられてたんですけれどもそれを使って大きなものを作りましたこういったものをそのビルのところにまあ公共のアートを作りましたとても面白いなと思いましたこの工事現場に入るととてもびっくりしました中国はこれだけたくさんのビルがあるけれどもこうい 仕事場所で働いている人たちの努力によってて作られているんだと思いましたこういったゴミを使って作品を作ってこの輝かしいビルのところに隣に置きました WFC は国際金融センターなんですけど実は資本を表すもの労働をと資本の関係だと思います。 これがフェニックスはちょっと複雑でちょっと今日のテーマと違いますのでまあ世界各地にいろいろなものがあるという説明ですこのやり方ですね皆さんに説明したいのはこのトンボの目のや作成の仕方とも実は関係しているということですそれから最後にこれは芸術家というのは ど,どちらかというとこのこのこの既にあるものを使って何かを想像する生き生きしたものを作り出すのがとてもすごいんじゃないでしょうかこういった監視カメラの映像を当時はそのこれを使って何か作品を作るなんて多分考えられなかった。 と思うんですけれども、すごく生き生きしていると思うんです。こういったものがもっと発展したり、もっと多くなってくる。この知書もそうですけれども、フェニックスもそうです。そういった性質を持った作品になります。それでは次にこの作品を説明しますけれども、AI 映画かなり前の段階で作ったもの、今の AI 映画との二週間前にも AI 映画すごいのが出ましたよね。すごいのが出ましたけれども、私が作った AI 映画は六年前に作り始めてるんです。えこの映画は五種類。 のあり方、あのラブストーリーとか暴力ものとか,か SF とか選べるようになっていて、その時間4分5分5分って選べるようになっています。例えば5分設定して1日だというふうに設定することができます。そうすると1日分、それから一言入れます。えロマンスを入れる。そうするとラブストーリーの映画が生成されてくる。もし 親の時代のロマンスを入れたいというふうに入力すると今のののの高齢者の人たちのそのロマンスのものになストーリーリになる当時私が求めたのはその一般の人が作った人が作った映画の模倣ではなく自然人人間が作れない映画を作ろうと思ったんです。 人が作れるのものというのはやはり限界があると思います政治的経済的利益に左右されてしまいますからやはり幅が狭くなってしまうだから私たちの映画は面白いけれどもこのちょっと狭い感じがしますでも AI が作るとすると相対的な客観性がありますしまあ、相対的な客観とも言えないかもしれませんけれども ロイ教授も研究していますちょっとあんまり言うと問題になるのでここはやめておきますえっとですねこの人間が移動できる映像をかなり整理して人の生活の構造をきちんと整理できるということで私たち 一般のその普通の人間が作れない映画を作れると思いました。もうかなり何年も過ぎました。けれども、専門家の人が見ると当時まあ6年前ですから、当時はチャット gbt の22の段階で作ってるんです。専門家が当時これだけの作品が作れるのはすごいねと言われました。なので価値があると思います。 人が作る映画を求めようの効果を求めようと思ったわけではありません。今作られている ai 映画というのは今。人が作った映画の効果を求めようとして、今の人たちは作っています。ですから、これは ai の歴史ということもできます。その当時の ai と私たちの映画を作る人たちの関係を表す歴史バージョンということができると思います。これこれは？ ピンヤオというヘイヨという映画祭が中国であるんですけれどもそこで初めて上映されたジャジャンカという人がいるんですがとても喜んでましたそこで上映されたんですピンヤオ映画祭は世界で初めて AI 映画を上映した映画祭だねってすごく喜んでました皆さんがジャンジャンカーさんご存知かどうか分かりませんが今すっごく発展が早いのでこれはちょっとしたあの映像ですね すみませんちょっと待ってくださいここの中の全ての編集は AI がやってるんです。 これがでですね上海で展示を行いましたこの展示は2ヶ月やったんですけど2ヶ月にわたる映画の展示をずっと行ってました。ずっとずっとこの流れてるんです。で重複することのない のずっと流し続けるんです。だ、ちょっと時間がありますので、あ、あと20分ですか？それとも q&a ですか？私、あと20分喋れるんですか？じゃあちょっと私の方でもうちょっと話します。あとどれくらいでしょうか？では、今やっている宇宙と関係のあるものについて、まあ、プロジェクトについてご紹介をしたいと思います。 まあ、ある偶然のーこのーチャンスで、えー、ロケットをやってる会社の人にと会いましたで私は天書をですねロケットに描いて、えー、宇宙にその飛ばしたいんだけどというふうにあの言われたんですただ私あんまりそういうものって興味がなかったんですよねただまあそういうチャンスをあの逃すのもなん,なんだなというふうに思ったのでスペースアート ということについての若干検討をするようになりました。で、それを検討してみると本当はいやあのいろいろその参入するというかやってみる価値のあるところがあるなというふうに思いました。これは中国の主戦という打ち上げセンターのあるところですね。で、こちらははいえ芸術作品。 でまあ、そのアーティストが命名したロケットというのはこれまでになかったものかもしれなかったもののはずです。こちらがロケットのおかか監視カメラで,す、ね、で記録された映像です。 でこのロケットっていうのはあ軌道には入らなかったんですね技術的にちょっとあのいろいろありまして軌道には入らなかったとえー、もしかしたらあの天照のせいだとで天は天照を受け入れなかったというふうに言う人もいますでただこれに参加したことによりましてその後いろいろ起きたことにというのはあ私にとっては大変啓発を受けるき きっかけとなりました。芸術を認識するという上で啓発を受けたというふうに思います。これがその失敗の結果に起したとでその4段ロケットだったんですが、最後にそのまああのえ分離するしてこういうふうに落ちてくるということです。で前の方の映像もありましたけれども。 真摯にこの塗装もいろいろやって作品をその上に、まあ、あの描いてということをしたんですけども中国の文化の伝統として自然とそのコラボをするような形で芸術を作り出す創造するというのが、まあ、中国画もそうです。でこちらはより大きな自然の空間でというのを意識させられました。これだけ ユニーークなインンスタレーションをするることができるんだと大気との摩擦とかあるいはそのブースターで仕組み込むとかあまあもともとはとてもできないと思っていた、まあ、言ってみればこれも美観だと思いますで近くでこのようにこの環状の山ですね2 8ルの大きさのものを見つけましたこれは例えばあ月のクレーターのように見えますよね。 で科学者もこれなんだろう不思議だなというような反応でしたサイエンティストによりますと付近のそのまあ燃料がその地上に垂れ落ちてそれでまあ爆発したということで砂漠でもそれが落ちて、まあ、その爆発を地上で爆発した結果だということが分かりました。 で近くでいろんなその残骸も見つけました。こうした残骸ですけども金属があったりします。で上の方には実は天書のルービックキューブのようなものですね。そういったものも実は入ってたんです。でそのが地上で爆発をしたということですけれどもでも私はこれもインスタレーションよりも美しさがあるというふうに思いました。ロケット。 が起こした美機能性もあるというふうに思いましたえ機能性というのは合理性合理性というのは美と思っていますでは次をご覧いただきましょう私はこの宇宙に まあこうやって関わる機会が得てまあロケットは成功はしませんでしたけどもサテライト衛星をやる例えばそのまあスペーステクノロジー関係の会社がその芸術家などにもいろんな話を持ってきたりしましてこの衛星ですね計画では3年です軌道上で3年間でまあただその上調性というのもあるということで。 これで何か芸術を作ることとはできなないいかううような相談を受けましたでこちらではまあ一定の,そのスクリーンのようなものがあるわけですよね。でこちらで、えーそのえー、自分で、まま、その自撮りのような形でカメラでそのスクリーンを撮るここで何らかの動画映像というのを作ろうと、ま、アニメーションですよねそれを作ろうと。 いうふうに考えたんです。でこちらはあ一日に衛星っていうのは16回地球の周りを周回します。でそこにそのま動画というのを、まあ、そのも,もちろんさ映というのはもともとそのその上空から映像を地球に送るんですけどもこれはおそらく世界で初めて宇宙地球のその体験以外で動アニメーションですね。これをそのま作るというか作ったりあるいは映像をその放映する 衛星になると思いますでこちらが一つ一つのエレメントですけども上空にいた衛星ですがあそ,のそれぞれの国を代表するようなものというのが大体あるんですねどの国の衛星かと。でこの衛星は少し経ってからトランブルがあって連絡が取れなくなったというかまあというよりはあの不安定になりまして、えー、こうその送られてくる信号というのが乱れてしまいました。でも このアニメーションの特別な芸術的な言語といいましょうかそういったものがあの伝えられていると。で私もここで、えー、その大気圏外の宇宙空間でいろいろな宇宙での新しい、えー、トラフィックあるいはその、ま、宇宙ゴミとか そういった問題についてもこうちょっとその,使っあの関わりを持ってというふうに思いましたがちょっとこれはあの要するに今行方不明状態になってしまっているんですねこの衛星は。ただこの作品は今年のそのベニ,スでのベニチアでのビエンナーレで。 ええー、まあ一定のその評価をいただいたということであります。そのテーマー作ということではなく、まあこのようにええー、まあちょっと不思議な反応をするですね。ええー、光とかこれはあ衛星上のお湖というタイトルです。ご覧のように。 えー、その、えー、例えばその軌道から外れるところというのも実は記録されてるんですでそのかなり不安定な状態になりましてこれはすでに軌道から外れた状態ですでも美しいですねでまた戻ってきたまあ、えー、ちょっと見てみましょう はいまあ、ちょっと時間の関係があるので,、えーでまあ、このように、えー、見ている展示をしている状況です。で現代はあで、まあ、この,その衛星というのがなくあの見つからなくなってしまってでそしてこう、えーまあ、いたサテライトを行う会社の方が私に話を持ってきたというのがもともとですけどもやはりこのスペースアートでアーティストが関わることということの意味は今 私たちは新しい宇宙時代の芸術創作の時代というふうにも言えると思います従来の宇宙というのは冷戦以降の宇宙技術というのは政府がコントロールしていたこれはまああのトンボの目とも似ていますもともと監視カメラというのはま政府があまコントロールしていたわけですよねしかし一般の人が使うようになって多くの可能性が広がったということも言えるわけでして この民間の人が宇宙の技術を手にするとかなりいろんな余地ののというのが生まれてくると思います。これまでそのまあ芸術的なそのまあ心を持った人というのは宇宙でその芸術をやろうとしてもなかなかそれはかつてはそれは許されなかったしかし今は本当にオープンな形で宇宙、 のサイエンス宇宙スペースで芸術創作をすることができるで芸術の歴史とか現象について、えー、一連のものをまとめた文章というのがありますけども私もまとめましたけどもお例えばその誰がいつその宇宙空間に何を持っていたかみたいなことを議論するとスペースアートというのはやはりそのまあいろんな議論もあったということであります。 例えばその宇宙空間での地政の学的な問題というのは、まあ、新しく出てきた問題ではありません。でこういったデータとかあるいはその宇宙の広がりというのは私たちの考えと重ね合わせると過去よりもより深くまたその明確な判断というのがされていくというふうに思います。えー、今は多くの衛星が化、まあ、学衛星とか通信衛星気象衛星などなど。 軍事衛星もあるただ芸術衛星というようなコンセプトはない s c a 1号これは最初の芸術の試みをした衛星である北京のワンフーという会社と一緒にコラボレーションをしたとで上にはこのスクリーンがありまたセリフ撮影をするカメラがある。 でこれは大変な反響を置きそのそう芸術作品を作るこのプロセスというのをきちんと記録するこれはその軌道上3年間飛行するという計画でこの使用権限というのをもらいそしていろんな人たちとコラボレーションをしたでこれはもちろん宇宙のに興味のある人と一緒にこれを使うことによっていろんな芸術作品を使う作ることもできる。これはそのまあ芸術共有型のの初めての 衛星でもある既に軌道に入ったので今後もそのレジデンスアートというのをこれからも進めいろんなその、まあ、作品というのをお送りする。えー、宇宙というのは 何らかのあそして全ての人をそのまあ抱きこの宇宙会社だけではその大変微々たるものしかできないかもしれないけども宇宙の視野を持つということが重要で宇宙で人類はこれからこれまでの芸術とは全く異なる新しい宇宙芸術というのを作ることができるのではないかということで。 え、こちらが今私たちが作業をしているそのプロセスを示した写真です。で、こちらはまだ編ユニークで面白いんですが。えー、先ほども言いました。あ、そのサテライト会社があそのまあ分離をする。 家庭ですよね。これはその芸術的なあそのバックグラウンドというか背景というものをそのまあ加えたような形になっております。まあこのように私は芸術の視野というのをさらに宇宙空間にも向けたその 目的はやはり振り返って地球を見る地球の問題を解決する上での新たな哲学的な手法とか哲学的な感覚というのを見出したかったでこれを芸術家の まあまあ、アートサテライトと言われるものそして芸術家がその,その制作を行うレジデンスプロジェクトですけどもやはり人間の想像力っていうのは何といっても限界はあると思うのでよりオープンであらゆる人がこのスペースアートというものをその、まあ、考えるきっかけになるということを考えています。なぜこの その宇宙芸術に関心を抱くようになったかといいますと人類は今日今2つの模索をしていると思いますうちは内向き人そのものについて例えば AI もそうですよね。 AI というのは実はそのまあ人,人ということをもにしていると思います。でもう一つの研究というのはその外向けのものです。それは地球上の問題を解決するためでもあります。このようなところからあ、まあ、このような追求を人類はしてきているというふうに思っております。あともう一つ実はありましてこちらがあまあ伝送されてきた実験中の 衛生による効果なんですねでただ、まあ、最後のまとめになりますけれども私の創作というのは社会,現社会の現場でのそのエネルギーとか変化変異であります。これを芸術,芸芸術の,そのまあ創作とかあそういったもののインスピレーションに変えるえ芸術のエネルギーというのは無限だというふうに思っています。 そういういいい関係にあるんじゃないかと思います。新しい技術が入ってくることで私たちが再度あ新たに芸術と芸術というのは一体何か芸術の垣根は何それと現実の境目はどこにあるんだろう芸術と人間の関係はどうなんだろうということを考えて 考えさせてくれると思います今までそこまで突っ込んで細かく私たち考えることはありませんでした。芸術の核心となるもの芸術とは何か芸術とは何かというのは、まあ、芸術ってどうなってるんだ芸術と社会現象の,の関係というのは変わっていません昔も今の科学技術があったとしても関係は同じだと思うんです。でも 芸術に対する認識は、ちょっと変わってきている気がします。そういう関係だと思います。宇宙というのが、私たちの人類の生活の現場のになると思います。例えば、スマホがあります。今,今や、みんな、私たち、現実の生活は、スマホ生活ですよね。三十パーセントでも20、二十パーセントでもいいんですけれども。 この携帯スマホがあるバーチャルのリアリティが私たちの現実の生活の中に入り込んでくるという時代になっています携帯スマホと関連のある芸術作品などもずっと広がり続けています宇宙も次の段階できっと私たちの現実生活の一部になると思いますその時の芸術は一体どんな感じあるいはどんな風になるんだろう ということで新しいこの例えば火星で芸術をやるのと地球上で芸術をやるのきっと違うんでしょうね少なくとも外宇宙この重力がない場所で行うそこではまあ法律がなく地政学的な限界がないもちろんちょっとバックその後ろにちょっとあることはあるんですけれどもまあそういうものがない地球上の問題とは全く違うまあ 平行な状態プラフラットな状態まあ、まあ、前後の時間的な差があるだけという気がしますですから私たちの問題解決に助けになるんじゃないかと思います多くの芸術家がとても興味を持っています他の分野の科学技術者もとても興味を持っているようですこのク,クススさん大学の教授ですけれどもそれからあの生物 学の研究をしている教授です。とかフィリップ。の教授。あの綱渡りをする人、アメリカでちょっと取材したんですけど、あの知っている人です。すごい。このプロジェクトに興味を持ってくれています。何でかというと昔やっていた芸術というのは全部地球の引力にのもで行った。作成したからで、その時にすごい考えが。 変わったんだそうです多くの科学技術者もとても興味を持ってくれています私たちも参加できるのかということです科学技術と芸術というのは平等なんですねどのようにして皆さんが使うか私たち芸術の人間はこれをどうやって使うか同じ平等同じ場所にいるわけです子供なんかでも参加できるとても面白いプロジェクトだと思いますこの3年間ですねえ それでは私の講演はまずこの辺にさせていただいて、えー、もし時間があれば Q&A に入りましょうか。あのまあ、40年以上にわたる周先生のキャリアの,あの作品の話大変興味深くあの興味深い話を聞かせていただきありがとうございました。 それではあの本日素晴らしいレクチャーをあの講演会をいらしてくださったあの周先生そして最後になりますが本日素晴らしい通訳をあの担当してくださった神谷明子様あの大森紀久江様にも拍手をお願いしたいと思います。謝謝大家。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。